5 Micro. ということで、はい、ちょっとそれぞれでハピバを表してみたいと思います、はい、じゃあ準備体操で勝ちましょう、はい、本当はね、来る前にしとくべきだったんですそうですね、だから表現でハピバを、ね、表していきたいと思います、はい、それぞれなんです。は、い、ば、でいきたいと思います。ママはき、やつですからね。はい、よろしくお願いいたします。まず私からですね。はい。タンタンタン。はい。タンタンタン。よし、行きます。私から参ります。では、お願いいたします。Yeah.
取れてなかったら正直に言ってください。もう一回取ります。はい、チェックをお願いします。すごい綺麗に取れますね。
ですからね。ね、今もしっかり高く飛び上がって、高くね、高く高く飛び上がったら皆さんその分飛んで、そうですね、一緒で、よし、あとね、もうしっかり皆さんにおしゃれよく、えらい高く飛ぶつもりですかね。よし、じゃあ皆さん準備は良かでした。ラストですよ、ラストですよ。はい、さあ、そのストレッチ何なんだろう。足を組まずするストレッチ。なんかそんなになんか伸びてるんでしょうね。そうですね、ジャンプに出て。よし、じゃあ行きますよ。頑張っていくのも。皆さんもお願いします。いただけるくまもんタッチという手遊びをしたいと思います。はい、もう、もう皆さん知ってますよね、くまもんタッチ。いや、うなずいてる全く知らないという方、手挙げてもらってよかですか。あげづらいですよね。確かにあげづらいですよね。よかったでも0人でした。なので皆さん多分知ってらっしゃるので、うん、流れてる曲ですね、はい、体のいろんなところをタッチする曲になります。くまもんと一緒に、体のいろんなところを2回にタッチしていただけたらと思います。じゃあもう早速やっちゃって横ですか、くまもん。そうなんです、手遊びですからね、そんなにいらない。手遊びにこれいらない、手遊びにこれいらないから、すごいストレッチ。いや、いらない、いらない、いらない。逆になんか痛めそうで、痛めそうで、皆さんも一緒にノリノリで踊っていただけたらと思います。それでは皆さん準備は良かですか。
かな。あ、無事に来てくださいました。ありがとうございます。よかったね。そうそう、ということでね、今日は特別にですね、昨日の配信見てくださった方いらっしゃいますか。あ、じゃあもう分かると思います、このお衣装。このお衣装、特別衣装がありました。ありますのでね、じゃあちょっと今日準備をお願いいたします。じゃあ、クラバッコ君がね、はい、昨日ゲストでリモート出演してくれましたので、はい、クラバッコ君にくまモンもなりきって、はい、じゃあこの衣装をお見せしたいと思います。はい、特別衣装ですね。はい、じゃあくまモンお願いいたします。お願いいたします。せーの、じゃーん。クラバッコ君ね、この特別衣装を見てください。ちょっと手作り感もありますけどね。いいじゃないですか。もう待って待って、ふんどし結構上げるもんじゃない。裏見せたらダンボールで入っちゃうから。そう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 、ダンボール、ダンボールじゃない、ふんどしで見せたらダンボールって言っちゃった。ふんどしですね。そしてクラマンコクに寄せてね、そうそうそう、ふんどしを準備してきたので、はい、素晴らしい。はい、ということでシャッターチャンスございます。はい、はい、5、4、3、2、1、はい、OK です。皆さんラッキーでしたね、このお衣装が見るの。そうですね、なかなかもうラッキーのラッキーガールたち、本当にね、本当ですよ。もうまだあるんでしょ。まだまだね、そのだけじゃないんだよね。一旦それはちょっと一旦置いて隠れる風にしてたよね。隠れる置いておいて、まず立ててきますね。次も、次も準備が必要なんですよね。次はやっぱうどんの音、うどんの音って頭がこう脳みそみたいになってて、で香川県のお友達なんで、うどんがね、うどんが、そうそう、うどんがね、ちょっと準備に時間がかかるかもしれないので、うどんがね、チュルチュル、そうそう、はい、違います、うどんです、うどんにね、ちょっと今準備しております。
自分で言うとね、すごい止めてるっていう。止めて。作り感もらったよ。ちなみに日給ではなく、はい、メラミンスポンジでございます。
さんとひろゆきさんのネタをしたいの。
お願いいたします。シルクパパーズみんな食べてますよ、ね、バーナはい、またね、まだやってる、横ですけどもお願いしましたね。はい、またね、熊本、来年もね、来年の誕生会になるといいね。もうみんなで集まってですね、もう人の前でね、楽しいことしたいよね。そうね、またね、その日が来るまでしっかり皆さん、はい、手洗い、うがい、感染予防ですね、しっかり頑張っていきましょう。みんなでね、一緒に頑張りましょうね。まあ、手洗い、手洗いしてるね。時間もうないので、今から手洗い始めるのかな。何回させられた